この星の最後の流れになりますね。俺が未来を変えてみせる。攻撃するんだ。伝説のスーパーサイヤ人とやらが現れたりすると不愉快ですからね。復讐の続きを始めましょうか。これで全てが変わる。さあ、綺麗な花火が上がりますよ。何か。なんだ。頼まれてたトレーニングスーツできたわよ。なかなかいい素材が手に入ったから前のよりフィット感なんかも格段に上がってるはずよ。ほんと全然働かない夫に最新トレーニングスーツまで作っちゃうなんて、私ってできた妻よね。ちょっと、もう毎日毎日修行修行修行。サイヤ人ってみんなこうなのかしら。まったく、ああなんか腹立ってきた。パーッと誕生日パーティーでもやってやろうかしら。別に誕生日じゃないけど。一件報告あり。状況把握、引き続き調査されたし。ちょっと待てー。なんですかいきなり。例の超重要任務お前に決まったぞい。さあそこ戻ってこい。
おかえりなさい。例の任務、君に決まったわよ。おめでとう。何よ、ここで一番偉い時の海王神様が直々にお祝いに来てあげたっていうのに、くれないじゃない。ああ、おじいちゃんを探してたのね。おじいちゃんなら君の合格を聞いてすぐにどっか行っちゃったけど、せっかくだから探してらっしゃいよ。なんだかんだで君の合格を一番喜んでるのはあのおじいちゃんなんですもん。ようこそ。こんにちは。なんじゃ？
よーし、準備はいい？始めましょうか。ここでしっかり基本を身につけてね。それじゃあ張り切っていきましょう。まあ、これくらいは簡単よね。次行くよ。さあやってみて。Yeah!
使えないから注意してね。ちょっ、まだ何か起こりそうな女の勘。君のために先輩隊員に練習相手になってくれるようお願いしておいたの。大丈夫、練習したことをしっかりやれば必ず勝てるわ。とその前に、はい、バトル中はアイテムも使えるのよ。使ってみて。これでバッチリね。さあ、あなたの力を見せてやりなさい。Yeah!
これで今回の課題は終わり。これからの君の成長、楽しみにしてるわよ。こいつに向かって話せばいいんだな。はい、どうした？お願いします。おい、デメラ、聞いてるか。私たちより強い自信を。雑魚が何人増えようが結果は一緒だ。力を貸してくれるのか。これでいいんだぞ。おい、声が聞こえたのか。私たちは時の木からこういう風にあなたにアドバイスをくれたのよ。世界征服の前にくたばったら止まるか。いいか、さっきの技はあと1回が限界だ。相手に避けられないようどうにかして動きを止めろ。そこのわけのわからぬ貴様だ。俺が気を止めるまで。
ご苦労じゃったな。悪くない動きだったぞい。登場以外はあのままだったら孫悟空もピッコロもラディッツに倒されていたじゃろう。こういう風に歴史に異常が発生した時はお前さんたちが出動するというわけじゃ。今回はうまくいったが、この先の歴史にはさらなる激闘が待っておる。もっともっと修行して強くならねば歴史の修正はままならんぞ。ま、この宇宙で一番偉い神様である海王神が直々に教育係をやってやったるんじゃ。わしの言うことを素直に聞いていれば、おいおい実力をついてきて。はいはい、話が長いわよおじいちゃん。あのなあ、時の海王神、天才ちょっとしか離れとらんのにおじいちゃんはないじゃろ。何言ってるのよ、誰がどこからどう見てもおじいちゃんじゃない。こんなにプリティな私と一緒にするなんてどうかしてるわよ。くー、何がプリティじゃ、まったく口のへないやつじゃの。わしらの話はこれくらいにして、あとはこの世界についてちゃんと教えておかんとの。そうね、あなたもおじいちゃんの長話に付き合わされて退屈してきたところでしょ。私が案内してあげるわ。こっちよ、ついてらっしゃい。あ、こら、まだ勝手に話を進めおって。